しゃいいらっしゃい、人違いやと思います。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、人違いやと思います人違いちゃ う, いう今 Vlog 撮ってるから人違いやと思います生配信ちゃうやん、ね、生配信ちゃう Vlog Vlog よし行きます、レッツゴーレッツゴー、まずはまずは今から屋台の方に向かうということで、はい、今から2人で面白くないトークをしたいと思いますよろしくお願いします。最高、今日は S チャンネルのオファーがあったのではるばる韓国まで来てみました。イエーイ、イエーイ、ありがとう。いらっしゃい。10分後帰ります。10分後早すぎ。帰ります。さあ今からジャカルチ市場に向かいます。イエーイ、イエス。ようこそ韓国へ。南浦洞へ参りました。釜山の南浦洞、八門通りに来ました。そうすごいやろ、めっちゃ安いで、3足200円10個600円めっちゃすごい。靴下なんか別に何でもいいもんな。うん、そう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 、めっちゃすごいやん。やばいやばい、スタバで、せやで。あのな、スタバもな、韓国限定のタンブラーとかもあるし。ナホにじゃあ買ってたったやな。あ、ナホにいっぱい買ったことあんで。どうしても言ってるどれ？これはハットクって言ってホットドッグ。この辺のトッポキとかさ、キンパ食べよ。これ何やろ？どれ？これ。それなすんでって言ってな。うん、このミンチを。ミンチを。豚とか牛のミンチかな。どうですか？どうですか？ようわかりません。ようわかりません。めっちゃおる。あのさ、このトッポキ餅がさ柔らかくてめっちゃうまい。どうだ、どうだ。購入。動画。購入。延期法。バッチリ延期法。延期法。行きましょう。行きましょう。レッツゴー。行きましょう。でもさ、長すぎたらさ、あれやもんな。せやねん。何分ぐらいが一番あれなの？見てもらえる。あ、そうなんや。うん、あれの夜やん。夜夜。うん、オリビアーン。オリビアーン。こちらが、八門通りになります。今から靴下をゲットしたいと思います。レッツゴー。ほんまや。俺、まあよ。1万5000円。1500円。安ない。かわいくない、やばいなこれ。どうめちゃ多分恥ずかしないでもこれ、テレビかわいい。うん、やばいな、やばい。モンクレ言うてんで、モンクレもあんで8万のにめちゃめちゃ堂々と言うてんの1500円です。一つ1500円です。どうですか、ブランド物の。いや、一回かぶり心地を。どうですか、似合っとる。めっちゃめっちゃ似合っとるやっぱさ、すごいよなこのパチモン通り。食べます。なんか絶妙な、うん、絶妙な塩加減と、うん、甘み、うん、最高最高。ありがとうございます。ここです、ホットクの屋台。はい、スタバも買うたし。でもその食べ方いいかも。いいやろ、うん、めっちゃいいやろ、うん、夜サムギョプサルやから、うん、店のサムギョプサル。せやで、多分全部なくなると思う絶対そんな食わへんくせに偉そうに。はい、お願いします。どうも、韓国の公園に来てみました。シーソーに乗ってみたいと思いますずーっと下にいますまた会いましょう。さよなら。食べ方汚かったら炎上するから嫌いだから。お上品に。ピリッとうまいから。うん、なん。美味しいこれ。美味しいの。うまっ。おはようございます。おしゃれなカフェに来てみました。芳醇な香りと。
言えない日傘、最高です。ありがとうございます。最近ツイッター始めたんで皆さんフォローしてください。全然更新してへんけど。じゃあ今日の一言お願いします。今日の一言、早く寝ましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。デカフェにしましたね。また明日。また明日。朝9時に迎えに行きます。朝9時に迎えに行きます。おやすみなさい。おやすみなさい。一日目終わり。二日目に続き。おはようございます。おはようございます。おはようございます。二日目です。今日もよろしくお願いします。お願いします。今から観光したいと思います。イエーイ。ここはどこでしょう。ここは慶州という町です。慶州という町です。こういう建物がいっぱいあります。卑弥呼が生まれました。めちゃくちゃ観光地なんで皆さんぜひ慶州に来てください。はい、ここがパンリーナンキルっていう道です。高尾 T シャツ、高尾 T シャツ行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。めっちゃ走ってる。張り切って走ってる。ヒポンパン、あそこあそこ10円のどこ、あそこあの黄色い10って書いてるとこ、あれが有名なヒポンパン、10円パン。すごいノリノリ、すごいノリノリ。サービスがすごい、すごいやろ、すごい。カットしへんよ。いろんなとこ旅したいと思います。あ、ここもおしゃれ。ここもチーズケーキ美味しい。ほんまかいな、うん、ほんま。絶対日本のが美味しいと思いますよ。いやいやいや、ほんま私は日本のが美味しいと思います。バスクチーズケーキ舐めたあかんで。この人しかも何でも美味しいって言うから。いや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 、ほんまに、あの、なんて言うんだろう、めっちゃ美味しい。日本の人気な、何でも美味しいって言うから、絶対あの全部美味しいって言うから。日本の人気のなんかちょっと雑貨屋さん。クレヨンしんちゃん顔ちゃうし。しんちゃん、しんちゃんめっちゃ人気やん。あ、そうなん。そう、あ、昔ね、クレヨンしんちゃん見てお母さん怒られてたよ。怒られてたな。しんちゃん見て赤い言われとった。懐かしいな。ここは何でしょうか。ここはプリクラ。これがプリクラ、プリクラのお店。一人もおらんけどな。いや、結構あの今空いてるやっぱ平日やから。あれは有名なハンナムサンドっていう。バターサンド、うん、なんかバターサンド的な。可愛いお店が多いですね。多いやろ、うん、そう。これは、日本でいうどこでしょうか。どこ、あ、この街自体が日本でいう京都みたいな、こういうなんかこう古き良き建物が多いから、歴史ある。じゃ京都ですね。京都みたいな感じですね。こういう、ここは京都です。こういう建物、建物の風情ありますね。そう、風情のある建物がいっぱいあるから、京都と、いた、京都と呼びます。京都と呼びましょう。でも可愛いおしゃれなカフェが多いな。せやろ、食べ物が多い。せやね、食べ物が多い、うん、とりあえずめっちゃ。そう、もう韓国言うたらやっぱ食べ物やでな。やっぱちゃいますよ、大阪の鶴橋とは。本場、本場の味。本場はやっぱ昨日のサムギョプサルどうやった。美味しかったです。美味しかったやろ、はい、めっちゃめちゃめちゃ美味しかったです。よかった、気に入ってもらえて。なんかあれが多いね、なんていうの、副菜っていうの、副菜、そう、あれが多いし、なんていうの、食べ放題。そう、大阪やったらプラス料金、うん、間違いない、すぐお金取る、間違いない。カフェめっちゃ多い。セブンあります、ちなみに韓国にも。どこ、ほら後ろ、ほんまや。え、ここのルーフトップカフェめっちゃいい。あれやな、やっぱりいいな、時間が。そやろ、めっちゃおしゃれなルーフトップカフェ。マジちょっといろんなとこに出没しよう。そうしよう。絶対私は口だけで、うん、来おへんと思われがちです。うん、ほんま。行きます。思われがちやけど、こんなに行動力が、だって韓国まで来てくれてんから。だから、ツイッターでちょっと、来てくださいってコメントしてください。行きます。行きましょう。行きましょう、行きましょう。行きます。呼んでくれないかへんからさ。せやな。
だから、うん、皆さん呼んでください。ギャラ高いですよ。風情のある通りに来ました。気温も上がってきましたね。上がってきましたね。はい、だいぶほんまに京都っぽいですね。京都っぽいでしょ、うん、そうなんです。もうすごい観光地で、またソウルとかプサンとは違う雰囲気の。昨日プサン行ってみたやん。行ってみました。全然雰囲気ちゃうくない。ちゃいますね。風情ありますね。プサンの方がちょっと開けてた。開けてる開けてる、うん、プサンの方がこっちは観光地って感じですわ。そう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 、うん、ここはキョンジュ市内です。はい、どうですか？靴を探しに行きます。靴探しに行きましょう。いっぱい歩くんで疲れない靴を探しに行きます。そうしましょう。狙い目は何ですか？狙い目はニューバランスの、ニューバランスのちょっとあのクッション性があって、はい、疲れない靴を探したいと思います。探しましょう。これ今アスノで靴借りてます。これめちゃめちゃ履きやすい、はい、725日本に履いて帰る予定です。履いて帰りましょう。どうでしたか？2時間も入りましたよ。2時間入りましたね。緑茶行きましょう。中身水やけど。さあ次の場所へ行きましょう。行きましょう。こんだけ消費したからまた何食べに行かれたかな。クッパップ。クッパップ。クッパップ食べに行きましょう。そこの店のご飯なくなるで。最後にしてくよ。Let's go。クッパップ。クッパップ。カメラに追われすぎて疲れました。Vlog もうすぐ終わります。2日目の夜ご飯。はい。クッパです。クッパップ。日本でいうクッパです。はい。行きます。行きましょう。ゴー。行ってきました。クッパどうでしたか？辛かったです。でもなんか癖になる辛さで。うん、辛いんやけどなんかこう食べちゃうみたいな。ほんでご飯最初から入ってるやん、クッパって、うん、でも韓国はなんか別らしい。ほんまに別な、あれほんま、ほんまの、あれがほんまの、あれがほんまのクッパらしいんですよ。だから本場のクッパ食べれて嬉しかったです。でもベロがまだピリピリしてる。でもめちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございました。だからお口直しに行きます。行きましょう。31か。韓国では31と言わずに。あ、てるわ。さあ。カムサブリだ。ベラと言います。え？ベラと言います。ベラ？バスキンラービンスの略でベラと言います。残っちゃう。行きましょう。ベラ行きましょう。嬉しいです。美味しいよ。完璧やったね、今日も。楽しみです。最終日。最終日。楽しみましょう。弾丸ツアー最終日です。本日も皆様ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。今日はスターバックスから1日が始まります。今日も皆さんよろしくお願いします。お願いします。最終日。
スターバーです。グリークヨーグルトを食べます。みぞーちゃんはカナのパン持ち込みです。リアコです。リアコ来ました。リアコ来ました。三角食い倒れツアー最終日、イエーイ。これがマジでなんかずっと食べてるよ。そうやで。でもうち歩いてるもん。でも旅行ってこういうもんや。確かに。はい、これが湖で、あそこにキョンジュワールドっていう遊園地みたいなのがあって、うん、でその横にウォーターパークがあって、はいはいはい、まあ夏は結構行きます、そのウォーターパークに。うーん、うん、水着絶対水着水着水着。うーん、結構韓国人って、うん、ビキニじゃなくてラッシュガードみんな着るから。あ、はいはい、長袖のな。そう、なんか日焼けを気にしてるか分からんけど、はいはいはい、ビキニ着てる人はまあ遊びに来た、あのウォーターパークに遊びに来た先ぐらいやったかな。怖熊谷怖かった。ムキムキすぎて怖かった。怖すぎやろ、ほんま怖かった。ビキニ禁止令出します。ビキニ禁止令出した方がいいで。あんなムキムキな人おらんで、ビキニ来て。てかビキニに謝れ。もうちょっと韓国長いことおっていろいろあのお店とか行ったりしたいけど、うん、アスナとは3日が限界。今日帰る。サンキュー。200以下が限界。限界。おかしいな。ちょうどいい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 。限界じゃなくてちょうどいい。ちょうどいい。うん。もうずーっと喋ってもんな。そう、ずーっと喋って疲れるでな。ちょうどいい。もうね、ホテル行ってベッドバタンキュー。バタンキュー、うん、よかった。満喫してもらってるみたいで。よかった。毎週どっかに行こうと思ってるんで、よろしくお願いします。韓国までわざわざ会いに来てくれて。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。何よりもフライト時間が1時間半。近い。近い、めちゃめちゃ近い。ちょっと来たい来たい言ってたんですけど、うん、コロナもあり、うん、いろいろあったんで、うん、今になっちゃったんですけど、うん、来てよかったです。ほんまありがとう、はい、韓国までわざわざ来てくれて。これで多分ね、うん、あのフットワークが軽いっていうこと証明されたと思うんで、ほんま結構ほらな、口だけとかいろいろ言われてきたけど、うん、証明したと思います。最高、はい、天才ってほら私の代名詞やからさ、シャン、うん、チョンジェジュニアス。よく見てますか。両見ました。ありがとう、来てくれて。天才って私の代名詞やからな。ジュニアスジュニアス。じゃあ今度みぞちゃん、思んないジュニアス、みぞちゃんとあの両のジュニアスコラボで、あはお願いします。韓国語ないか。チョンジェ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 。天才はチョンジェと言います。むずいね韓国語ほんまに。まあでも似てる単語も多いからな。そうなん？え、めっちゃ多いで。マジで多いの？アスナにも秘書がいるんですけど、私もちょっと秘書募集してるんで、あの秘書にぜひなりたいって人は、あのツイッターの DM ください。DM はちなみに受け取れません。そういう設定になっております。どうやって応募したらいい、ほんまに。おらんやろ、なりたい人。絶対おるやろ。じゃあここの電話番号までお願いします。電話番号絶対のすぎやん。じゃあ秘書いるよな。秘書は必要やで、秘書さんは。めちゃくちゃ秘書いらんで。やっぱな、何でも相談できるというか、モイルスなんて秘書問わずやん、そんな別に。うん、秘書問わずやけど、うん、でもやっぱこういう仕事っていうか、うん、そういうので一緒に進めていくパートナーは必要やと、うん、やっぱ募集中です。なりたいだけやろ。大募集中。いらんない。でも片手間ではできへんから。そうそう、片手間じゃできへんからね。そう、やっぱ本格的にそうやってくれる人がいいと思う。絶対募集中です。みぞちゃんにぴったりのひじょさんお願いします。いらんやろ。誰か求む。やかましよ。バイ。じゃあみぞちゃん、ありがとうございました。韓国までわざわざ。また会いましょう。ありがとう。いやー、ありがとうございました。ちょっと。楽しかったです。ありがとうございました。もうちょっと胃袋鍛えてリベンジしたいと思います。また必ず来るのでよろしくお願いいたします。リベンジ待ってまーす。こんにちは。カムサムリダー。チャプチェ。チリミ。知ってる。知ってる韓国語。スンドゥブ。ビビンバップ。ビビンバップ覚えた。ビビンバップ覚えた。じゃあねー。ありがとう。さらによ。